介護療養部安全衛生委員会では働きやすい環境づくりを目指してさまざまな活動を行っていますそこで今回はメンタルヘルスについて多くの方に知ってもらいたく動画を用意しました自分自身のストレスに気づき対処ができることでメンタル不調の回避ができ一緒に働いている仲間の不安や悩みなども気づけるようになれればと考えています 今回から数回に分けて開催しますので最後までご覧になってください今回の研修内容は三つのプログラムを用意しています今回の内容はストレスについての知識と自身へのストレスについてを学ぶプログラムとなっていますまず福祉業界のストレスについて全国で 調査したスストレスチェックのデータを元に学習ししていきましょう職種別に見ると介護サービス職業従事者介護職員訪問介護従事者は男女ともに総合健康リスクが全国平均を上回るという結果が出ました高ストレス者の割合については女性の数値は全国平均並みであるのに対し男性の数値は 15を超えていますまず男性についてはすべての職種で高ストレス者の割合が高く総合健康リスクの数値が全国平均を超えています特に医療技術者保育士介護サービス職業従事者介護職員訪問介護従事者については高ストレス者の割合が15%を超えていると同時に総合健康リスクが 110を超えています全国平均より10%以上高いリスクがあることを示しますまた看護師準看護師を含むサービス職業従事者調理人クリーニング職なども総合健康リスクの数値が115を超えておりその他の職種を上回る高い数値となりましたつまり保健衛生社会保険社会福祉 介護事業は職種を問わず特に男性のメンタルヘルスの不調を招きやすい業種であると推測されます次に女性については介護サービス職業従事者のみが高ストレス者の割合と総合健康リスクがともに全国平均をやや上回りましたその他事務従事者の高ストレス者の割合が全国平均を上回っていることを除けば どの職種も高ストレス者の割合、総合健康リスクともに低めの数値が出ていますでは、高ストレス及び高健康リスクを引き起こす生活上、仕事上のストレス要因としては具体的にどのようなものがあるのでしょうか職業性ストレス簡易調査表における各尺度の平均値が全国データから どれほど乖離しているかを測るために、全国平均値を例とし、1からマイナス1の間に、全国データの7割が入るように算出し、グラフで表しています。まず、男女間で比較すると、ほぼすべての尺度において、男性の数値が全国へ行きん、並びに女性の数値を下回っていることがわかります。次に 総合健康リスクの判定に使われる4つの尺度、グラフ赤枠を見ていくと、男性は心理的な仕事の負担、両上司からの支援度の数値は全国平均としなみであるのに対し、仕事の裁量度、同僚からの支援度の数値は全国平均を下回っており、これらがストレス要因となりやすいことが見て取れます。一方女性については 心理的な仕事の負担量の数値は全国平均を大きく下回っていますがその他の3つの尺度は全国平均並みもしくは全国平均を上回っていますすなわち男性は2つの尺度で全国平均を下回る数値が出ているため総合健康リスクが全国平均を超える結果になったのだと考えられますまた 上記の4つの尺度以外については、男女ともに、心理的な仕事の負担質、自覚的な身体的負担度、家族や友人からの支援度の尺度、グラフ基枠で、全国平均を大きく下回る数値が出ています。一方、職場環境によるストレス、自覚的な仕事の適正度、 働きがい、仕事や生活の満足度の数値については、男女ともに全国平均を上回っており、やりがいを感じ、この仕事は自分に向いていると実感し、意欲的に仕事の取り組んでいる人が多いことが福祉業の特徴であると考えられます。以上の分析結果から、保険衛生、社会保険、社会福祉、 介護事業の従事者のメンタルヘルスに大きな影響を及ぼしているのは心理的な仕事の負担、質と自覚的な身体的負担度であることが明らかになりました心理的な仕事の負担、質とは高い集中力や知識技術が必要とされる仕事に取り組むことによる負担を指しますこれは 高齢者の生活のサポート等をする福祉業従事者が抱えやすい負担であると考えられます自覚的な身体的負担度とは体を動かす必要のある仕事に取り組む場合や残業続きで睡眠時間が不足している場合などに生じる身体の負担の度合いを指します厚生労働省によると 平成21年度における腰痛による労災申請の約3割を保険衛生業従事者が占めており福祉業は他の業種と比較しても労働者に身体的負担がかかりやすいことが分かりますそれではこのような負担を最小限にするためにはどのようなメンタルヘルス対策に取り組めばよいか学んでいきましょう同じ日に連続して スストレスが重なると心が折れそうになるというような状況を経験した方は多くいらっしゃると思います2番のプログラムでは介護の仕事が辛くなったという方に知ってもらいたいストレスとセルフケアの話をします介護職の仕事内容は基本的にはルーチンワークです勤務すする場所にもよりますが、 利用者さんへのの直接的なな介護の繰りり返しとなりますただし相手が人間である以上いつも予定通りに利用者さんが動いてくれるとは限りません体調の急変などでイレギュラーな対応を行うこともあるでしょう決められた基本の仕事がある中で責任が伴うイレギュラーなことが全く予測できない頻度で起こる場合緊張からストレスも溜まりがちです 今挙げたような事例のほかにもさまざまな人間関係のすれ違いなどがきっかけでストレスを抱えメンタル不調へとつながってしまうことも多く見られますこのように日々の生活や仕事で起きた出来事で皆さんはさまざまなストレスを感じていますしかしストレスが溜まっていることに気づかない方が多くいますここからは いつもと違う自分に気づくことで早めに対処ができるようセルフケアができるようにしていきましょうここに挙げた症状は具合の悪さとして体感されるため自分で気づきやすいという特徴を持ちます次に身体面への変化についてお話ししますスライドに示しているような反応が身体の異変として発生する可能性があります これらの変化は具合の悪さとして体感されるため自分で気づきやすいという特徴があります身体の異変をストレスとばかりと思い込むと実際の身体疾患を見落とす恐れがありますから注意が必要です行動面ではストレスがかかるとこのような反応が異変として発生する可能性がありますこれらの変化は、 自分では気づかなくても家族や友人同僚など周囲の人にも気づかれやすいという特徴を持っています行動面では労働者にとっての仕事ぶり特に勤退などの出勤状況は客観的なデータで把握しやすいポイントといえます仕事ぶりや出勤状態は職場の上司が管理しているポイントでしょうから 上司から指摘ががあっった場合は、素直に自分を振り返ってみる姿勢が大切と言えます。ストレスによって生じる心身の異変はある程度の傾向をつかむことはできてもやはりその出方は人それぞれと言えますストレスに気付く大事な視点はいつもと違う自分に気づくということがとても重要になります 自分自身の内的な変化を捉えることがポイントになりいつもと違うが2週間の期間にわたって継続する場合には専門家に相談してみるなり実際の対処が必要といえます第1回目の最後に注意すべきリスク要因について学んでいきましょうストレスを予防軽減していくためにはまず第一に早い段階で スストレスに気づくことが大切ですあらかじめストレスとなりうるリスク要因ストレスによって生じる異変などを知っておくことでより早期にストレスへの気づきを得ることができます労働者にとって仕事は生活において大半の時間を費やす活動といえるでしょう仕事のストレスが労働者の健康に与える影響は 大きいいものとなっていますこの図に示しているように心理的に負荷を与えるリスク要因を積み重なテイクと強いストレスをかけてしまいます強いいす強スストレスを抱えている労働者は仕事のモチベーションや職務生産性を低下させてしまう傾向にあります職場ストレスにおいては仕事で要求される度合いが大きく 自由裁量の度合いが小さく社会的支援ソーシャルサポートが得られない場合に最もストレスが高くなると言われています厚生労働省が労災認定について定めた心理的負荷による精神障害の認定基準では職場において心理的負荷を得る出来事を6つの類型に分けられて記されています別紙に資料として ストレスに関する評価表を用意していますのでご覧になってくださいこの評価表では心理的負荷の強度は星で表現されていますがこの強度は123の順で強くなっていきます今後発生しそうなものはないかチェックをしておくと良いでしょうただしこれらの出来事の強度は必ずしも適切でない可能性があります スストレス要因は業種や職種職位などによっても異なりますある現象や状況がストレス要因になるかどうかそれがストレス要因であった場合の強さの程度は人がその状況をどう認知するかに規定されますよって労働者一人一人によって大きく異なるものですストレスへの対処の法略をコーピングと呼び大きく分けて 二つの様式に分かれます。ストレスコーピングの詳細や実践方法は次回の研修にて学んでいきましょう。以上で今回の研修は終了いたします。ご視聴ありがとうございました。